りました池崎料理会。今回の漫画はこちらだ。バゴン直撃のソーマ。覚えてますか皆さん、2回目ですよ登場。早くも2回目。ちょっと前回見てない方もいらっしゃると思うんで、簡単にこの漫画を説明しますと、主人公の幸平相馬が料理を作って、その料理がめちゃくちゃ美味しかったら服が吹っ飛ぶっていう漫画です。今日の作る料理はこちらだ。バーン、リンゴの洋風がゆ、リンゴのリゾットです。これすごくない？リンゴですよ。これはですね、幸平相馬がめちゃくちゃ料理がうまいんだけど、親父がで、なんかちょっと帰ってきてて、朝起きた時に食べて元気が出る料理で対決した時に出した料理ですね。だから朝だから、こうリンゴのシャキシャキ感とかがなんかすごく目が覚めるようで、すごく美味しいと評判なんですよ。これ果たして服が吹っ飛ぶのかだよね。見てる方大丈夫です、服着てんすか今。今時期的に夏か、 T シャツぐらいだったらもう消滅しますよ。大丈夫ですか、買ったばっかりの服だったりしない？もったいないよ。もう肌着で見てください、せめて。前回同じ職業にするゴーレムですから、ここね、はい、いやこれ超えるよ相馬。あれ1巻だから、これ6巻だから、単純計算で6倍うまい。単純すぎません？単純計算で6倍うまいんだから。じゃあ今回どこ？ドラえもん。甲子園を目指そう。ここ目指そう、絶対目指して、このチャンネルをねどんどん盛り上げていきたいよ。それがスーパー空前絶後超絶怒涛ギャラクシーチャンネル。いや、これ久しぶりにやりたかったな。めっちゃ気持ちいいよ。それよりもキッチンに足乗せたからちゃんと洗ってください。オッケー。そうだな、はい、アルコールがあるから。トゥル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 ジャ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 スティスジャジャジャスティスジャスティスジャスティスギャギャギャラクシーギャギャギャラクシーギャ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 ラクシーサササンサシャンサササシャンイエー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 イ。さあ、じゃあ料理を作る前にもちろん手を洗っていきます。ウォッシュウォッシュウォッシュいきます。じゃあ水を出します。これをあげると水が出るんだ。ボシャー出たぜ。手を洗うぞみんな、見とけ手洗うぞ。間違ったー。間違って頭洗ってもたー。そういやー、手を洗おうと思ったんですけどね、頭洗っちゃいました。悔しい。手を洗おう。池崎さん、何ちゃんと綺麗に洗ってください。そうだね、手を洗わないとね。間違ったよ。くそー。今日使う食材こちらですね、ベーコン4枚、バター大さじ2、レモン、リンゴ1/2個、玉ねぎ1/4個、2個、3個、何個？1/4個。そして、たまにあんの自分のテンションに笑っちゃう時あるんです、すいません。お米1/2カップ、リンゴジュースですね、リンゴジュースが1カップ、これ 100% ですね、 100% のリンゴジュース使ってください。で、白ワインを使います。まず玉ねぎをみじん切りにします。やっぱ料理ちょっとずつ上手くなってます？なんかね、ちょっと慣れてきた、なんかこの切ることとかに。ベーコン焼きます、カリカリになるまで。これをね、焼きます。
でもほんとさ、これの企画を続けていって、はい、いってよ、ここら辺が溜まってったらさ、はい、店出そう。フェニックス以上の、うん、がいやでも、この前のレンコンのやつとか、うん、普通にお店に出てきてもね、いいと思いますよ、ね、俺絶対入ると思うんだよね、その漫画飯を出す定食屋とか、はい、で漫画のファンも絶対食べたいし、はい、ただ、うん、許可とか許可なのよ、各社がいいって言って OK で、で料理人はもちろんプロの人にやってもらえばさ、めちゃくちゃいい店になるじゃないか。でも店の中も壁はもうプロの料理人にやってもらうの。そう、お前はオーナーです。そんでこのカリカリベーコンは一回もうのかしておきます。もうバターで玉ねぎを炒めていきます。米いきます。米三社イエー。あ、もう米いきますか。うん、米が透明になるまで炒めるって書いてある。なるほど、そうでしょ。でもね、すでに透明なんだよな。いや、まだ早くないですか。10秒ぐらいしか経ってない。いや、でも元から透明なんだよな、米って。大さじに入れます。1お、急に料理感出てきた。あ、でもアルコール飛んでる気がするわ。うん、あ、でもいい匂いする。このリンゴジュースと水とコンソメのね、粉混ぜたやつをお玉の半分ずつ入れてくるんだって。お、ちょっとずつ。そう、お玉の今弱火で煮込んだ間にちょっとリンゴをですね切りましょう。キイちゃん見て、汁全然なくなってる。それは正解なんですか。正解。リンゴを加えます。おふちゃん、いきます。サンシャイン入れました。そんでこれにレモン汁を加えます。多分もうね、煮込み度合いはもう十分だと思うんだよな。逆によし、キイちゃん、行くわ。これね、別に量書いてないから。なるほど、味整えるって書いてあるから。これベーコン乗せます。カリカリベーコン、黒胡椒ですね。ちょっとこれはね、好みの量があるからちょっと。見た目はね、完璧だわ。できました、リンゴのリゾット、リゾットです。うまそう。リンゴのリゾット、お上がりよ。あ、出た。匂いめちゃめちゃうまそうっす。いいね、チーズの匂いとかも、リンゴの匂いも、はい、見た目も美味しそうなんで、じゃいただきます。ちょっとリンゴのシャクシャクした音聞こえてないな。決めました。わかりました、じゃあ審査いきましょう。評価は、おお、どうだ、おうわぁ、おぉ、ウェイウェイ、おぉ、めちゃくちゃいったぞ。フェニックス、フェニックス。リンゴと米、うまっ。あ、そう。びっくりしました。マジで。正直、味はそんな期待してなかったんですけど、うん、酸味と米ってこんなうまいんだってちょっと。あ、そう、うまいね。ベーコンと一緒のやつもうまかったんですよ。なんか、あ、うまっ。噛めば噛むほどだね。で、チーズむっちゃ合うね。これ食べたことないですよ、皆さん。これだから
説明できない。いやいや、それをあんたやるのが YouTube のお仕事でしょうよ。なんだろうね、これ。リンゴの、いや、これなんだろう、これ。合うんですよ、米に。全然服吹っ飛んでない。これは衣装だから。これは衣装だから。そこがやっぱ、すごい、1万5000円だから。すいません、これ1万5000円。いや、全然最近。以上、サンシャイン行くだけでした。ギャラクシー、ギャラクシー、ギャラクシー、ギャラクシー。はい、ギャラクシー。